Thank you.
はい、というわけで爆竜戦隊アバレンジャーよりマックス王者のレビューいかがだったでしょうか。最後の爆竜としてスティラコサウルスが出てきたっていうのが斬新でしたね。で、このスティラコサウルスはこの謎の荷台を牽引して走るといったような構成になってましたね。謎の荷台の上にはご神体のようにランファゴールドとスピノゴールドが祀られてましたね。マックス王者になると両肩のゴールドのパーツが高速回転してましたね。劇中では両手でランファゴールドを持って、戦っていたイメージがあります。そして何と言ってもこの5体の合体したマックス竜王ですよ。いかがですか皆さん。この初期から登場しているナグルスやノコドン、アンキロベイルス、パラサロッキルが合体して最終ロボになるっていうのが熱いですね。まあ、ノコドンとロッキルに関しては収納されているだけでちょっと外見の変化はないんですけれども、ナグルスとベイルスはちゃんと電動ギミックも生きていて、さらに強化されたようなパーツがついてましたね。電動で動かすと大迫力な動きになってましたね。またアンキロベイルスの尻尾は余っちゃうので、このロッキルのところのカバーの裏に、まあ、入れておけばなくさずに済むかなと思いました。スピノゴールドとランファゴールドがキラーアバレン王と合体して大アバレン王になりましたね。位置づけ的にはこちらの方が最終ロボになりますね。そしてこちらがアバレンジャーの最終ロボ、大アバレン王になります。いかがでしょうか。兜飾りが変わっただけで結構印象が変わりますね。この腰についているランファゴールドもなんか腰アーマーっぽくていいですね。で、なんとこの大暴れん王は9000万馬力といったスペックになっていまして、先ほど出ていたマックス竜王が4500万馬力に対して、まあ、約2倍になってますね。まあ、大体戦隊の1号ロボは2000万馬力前後がスタンダードなんですけれども、まあ、最終ロボにふさわしい9000万馬力といった数字になってますね。9000万馬力といえば歴代の戦隊の中でもかなり上位に食い込むスペックになっておりますね。馬力の情報は意外とウィキペディアとかに載っていますので、興味がある方はそちらでチェックしてみるといいかなと思います。この大暴れん王の必殺技は爆竜必殺大暴れフルスロットルで、爆竜ブラキオの背中から滑り降りて加速して両腕に装備されたランファゴールドでめった切りにした後に、スピノゴールドのこのトサカ状の武器を投げ飛ばして連続攻撃を畳みかけるといった攻撃になってましたね。またこの大暴れん王は、暴れっと暴れブルー、暴れイエロー、暴れブラック、暴れキラーの5人がついにコックピットの中で揃うといったとても胸厚な展開になってましたね。今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思った方は概要欄にアバレンジャーの再生リストありますので、そちらで他の動画も見ていってもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ラスバでした。